ガリュウです、僕の動画っていうのはですね、皆さんからのコメントを参考にして、作る場合がものすごく多いんですけども、今回もありがたいコメントをちょっといただきました。こちらと、こちらですね、なんとですね、鯉の吸い込み針というですね、もう私の全く知らない分野、まあその仕掛けを使ってアシストフックを作るというですね、はい、鯉の吸い込み針というのをちょっと調べてみたんですけども、こんな形、針がもう本当にいっぱいついてるのを、団子にしてですね、それをハフハフ鯉がしてるうちに吸い込んでガチッと振るという、まあ、恐ろしい仕掛けですけども、まあこんな感じで、1つの仕掛けに針が6本ついていてですね、それが2セット入って200円ちょっとぐらいで買えるので、アシストフックこれで作るとすごくお得ですよみたいなことをですね、教えていただいたんですけども、まあ釣り具屋巡りに巡ったんですけど、まあ売ってないですね。まあ探しに探して見つけてきたんですけども、まあこちらですね、ご紹介いただいた方々はみんなオーナー針って言ってたんですけども、まあ僕の地元ではカワセミ製のものしか売ってなかったですね。はい、特にまあ変わりはないと思うんですけども、もう外れんよこれ、おいおい、こんな感じですね。まあよく赤ちゃんを寝かしつける時に使う、あの天井に吊るしてくるくる回すやつみたいな形をしています。まあね、もうちょっとでも触れようもんならすぐに引っかかるみたいな、ね、恐ろしい仕掛けですねこれね、はい。まあ、針はこれ1本だけが長いものがついていて、その他に1本、2本、3本、4本、5本、全部で6本針がついている仕掛けになります。まあ、その糸をここでくくっているという、割とシンプルですよね。はい、針ですけども、まあ、黒い加工がしてあるんで、もしかしたら錆止めをしているのかも、まあ、鯉用ですんでね、これ海で使うと果たして錆びるのかどうか、まあ、検証しなきゃいけないでしょうけども、まあ、このラインですね、これはシーハンターの10号なんですけども、ちょっと見た目細い、針はものすごくあるんですけども、まあ結んである糸は少し細いような気がします。ただまあ何て言っても鯉とやり取りするんだから、ある程度の強さはあるはずですよね。これを切って、結ぶだけでアシストフックになるということですんで、まあちょっとやってみたいと思いますけど、まあちょっとやり方よくわからないですけども、まあぶつけでまずはトライしてみたいと思いますね。まずは結んであるところをほどこうとしたんですけども、これ無理だったんで、もうカットします、スパッとで、はい。まあこれをこう引っこ抜けば、これが1本ということだと思うんですよね。はい、はい、これで無事針と糸を取り出すことができましたけども、これからどうすればいいんでしょうね。まあその前にこれの使い方、誰か分かる方は教えてください。はい、ということで、とりあえず結ぶにしてもですね、まあとりあえず2本のツインフックを作ろうと思うんですけども、まあ結ぶにしてもどのように結べばいいのかちょっと皆目見当がつかないんですけども、まあ一番最初にまず一番手軽なですね、2本を束ねてハーフヒッチでくくってみて、糸が抜けるのかどうかやってみたいと思います。まあこんな感じで2本糸を合わせて、まあ僕は手先が本当先の方が不器用なんでですね、ピンセットを使いますけども、この間からピンセットを通してまずはくくります。まあ、これ普通の人だったら多分ピンセットなんかいらないと思うんですけど、私ちょっとこれがね苦手なもんですから、ピンセットでこのように抜きます。よっと、はい、これでまああとこのくくるコブのできるポジションによって、その、アシストフックの長さが決まってくるんで、まあ大体どんなもんでしょうね。どうでしょう、これじゃちょっと短いか、もうちょっと長めに、まあこんな感じでいいんじゃないでしょうかね。はい、これぐらいの長さで、ちょっと長いかな。まあリアのツインフックを作ろうとしたんですけど、これじゃもしかしたらちょっと長いかもしれませんけど、まあ長かったらフロントに回しますね。はい、思いっきり引っ張った後ですね、左右をちょっと引っ張ってみますけど、結構締まっているような感じがします。とりあえずカットしてみて、この素材が何でできているかちょっとわからないんでですね、まあどうしよう、まあこの歯切れの部分、
をちょっとライターで燃やしてみたいと思いますね。あ、溶けますね。ちゃんとダマになるんで、まあ、これにじゃあ焼き玉できますね。焼き昆布か、はい、作ってみたいと思いますね。この2本の、結び目の先にちょっと焼き昆布を作っておけばさらに安心だろうと、引っこ抜けることはないと思いますので、まあ、とはいえ心配なのでもう一回チェックしてみます。やはり両サイドに引っ掛けて思いっきり引っ張ってみたいと思いますね。もう今もう針が曲がりそう、まあ、若干ちょっと曲がったと思うんですけども、まあ、結び目自体はですね、焼き昆布と結び目の間に少し隙間があるんですけども、その、位置関係が全くずれてないので、まあこれで多分大丈夫なんだと思いますね。はい、ちゅうことでこれでとりあえず出来上がりです。ということで早速、まあ、このジグロックにつけてみたいと思うんですけども、どうなんでしょうね。やっぱりリアにはちょっと長いかなということで、フロント側につけてみたいと思いますね。まあ、せっかく簡単に作ったのでですね、もう今回平打ちリングもスプリットリングも使わずに直接ということで、またピンセットを使いながら通して、ピンセットでまたこの間に輪っかに通してですね、それで針をつかむような感じで糸を通す。私いつもこうやってます。はい、これだとですね、片方を引っ張ると片方に糸がミヨーンって伸びたりするんですけど、ここに間に結び昆布があるんでですね、多分これで動かないと思うんですけど、どうなんでしょうか。片方思い切り引っ張ります。まあ、まず動かないですね。もう片方引っ張ってみますが、大丈夫ですね。ということで、これでいい感じだと思いますね。本当に手軽ですね。簡単です。はい、あと先ほどちょっと失敗しましたリアのフックですね、これを作ってみたいと思います。先ほどよりは短めにコブの来る位置を、はい、調整してですね、先ほどと同じ工程で作ります。はい、こんな感じですね。まあ必ず引っ張ってテストした方がいいと思いますよこれは。はい、先ほどよりもちょっと難易度がありますけども、これあんまりにも短くするとこの間に針が通らないんですけども、まあ今回ギリでしたね、なんとかできました。見た目うんぬんはまあ抜きにして、とりあえずアシストフックとしては成立してるような気がしますんで、これでいいんじゃないですかね。はい、簡単だったのでですね、まあ、調子こいていっぱい作ってしまいましたけども、これがダイソーの新しいメタルジグの 18g ですね。どうですか、まあなんかいけそうでしょまあこれついてる針がですね、針っていうかまあ仕掛けですね、こちらですね、吸い込み針の11号を使ってこんな感じです。メタルジグ 18g に11号の針です。こちらが 28g に12号の針を、こちらですね、12号の針というか12号の仕掛けから取った針をつけてますね。11号のサイズっていうのは、どんなサイズかと言いますと、まあ、これが11号の針ですね。まあそんなに変わらないっちゃ変わらないですけども、まあダイソーの軸につけるんであれば11号12号あたりが、まあ、僕はいいんじゃないかなと思います。まあ、今回は簡単につけるということで直接愛にですね結びつけたわけですけども、もちろんまあリング類を使ってもいいわけで、例えば平打ちリングにこういう感じで、ね、結びつけてですね、そのうち、スプリットリングを介してジグにつけてもいいと思います。もちろんですね。ただここの結び目がねちょっと若干気になりますけども、まあ許容範囲ですかね。どっちにしろ結び目はできるんでですね。はい、まあ、あと平ら輪の仕掛けとしても使えると思います。僕みたいにこういう感じでスイベルを使う人はですね、多分問題なく愛に結びつければ同じなんで、先ほどとですね、こんな感じで、平ら輪の仕掛けとしても十分できると思います。はい、ただ問題はですね、誘導式の場合ですね、こういう感じでここの管にね、あの糸を通す場合は結び昆布がどうしてもできてしまうんで、ここに糸を通すタイプの誘導式っていうのはちょっと難しいかもしれませんね。はい、
こういうスイベルを使うものであれば問題なくこれできますので、僕はこれ使っていこうかなと思いますね。はい、タイラボもバッチリいけます。はい、あとですね、釣り具屋を巡っているうちにいろんなものを探してて、こういうものを見つけました。爆弾仕掛けというものですね。これはグレチヌって書いてありますね。海でも大丈夫ですね。濃い船ですね。これも12本入っていて、これは150円で済んだんでですね、吸い込み仕掛けは220円ぐらいしましたので、こちらの方がリーズナブルといえばリーズナブルです。同じ方法で作ったけど特に問題なくできたと思いますね。はい、まあ、参考までということで、視聴者様から教えていただいたアシストフックの簡単な作り方、本当に手軽で簡単でしたね。僕もちょっとこれ使ってみたいと思います。もちろん針が錆びるのかとかですね、結び目の強度とかこれから検証していかないといけないと思いますけども、とりあえず視聴者様には感謝ですね。ちょっとこれどう、これちょっとこれどう。まあね、猫の反応はあんな感じですけど、まあ、魚の反応が良ければいいわけで、ありがとうございました。